31日西武巨人、ベルーナドーム。巨人のドラフト5位新人、又木哲平投手。25=日本生命イコールがプロ初登板で先発する。イースタンリーグでは8試合に登板し、うち7試合で先発。1勝2敗、防御率2.75と安定した成績を残している。坂本勇人内野手、3-5はベンチスタートで、4番の岡本和真内野手、27が今季初めて三塁を守る。エスタミウレーニャ内野手、25が7番一塁で今季初のスタメン出場。両チームの先発メンバーは次の通り。巨人、1番左丸、2番右ヘルナンデス、3番二吉川、4番三岡本は、5番四大城卓、6番ゆう泉口、7番1ウレーニャ、8番ホ小林、9番中立岡。先発投手又木、西武、1番ゆう源田、2番3滝沢、3番2殿崎、4番4中村剛、5番右昼間、6番中西、7番人佐藤龍、8番保古賀、9番左金子。先発投手